しない。最善の手段で貴様を消し去ろう。来い、怒りの戦士。聖戦を阻む者よ、お前を倒し全ての救済を成し遂げよう。力のままに粉砕せよ。この世界を救うのだ。邪魔をするな。どれほどの猛者であろうとも、
力が。我が魔剣も、もう抗えるのはここまでか。無事か？何事だ？ハついに来たぞ、この時が。真っ向勝負では及ばずとも、私は決して貴様らを穴底に近づけなかった。ゆえにこの聖戦、私は勝利する。大穴の奥底に潜んでいた強大なる闇の化身、いかなる因果か先頃それが唐突に無惨した。さりとて我らの世界ではそのエーテルが帰れる場所もなし。散った者は例外なく用意として再誕するのだ。さあこの竜を喰らうがいい。故郷たる世界に焦がれる思いとともに。竜が今英字と混ざり合う。かくて誕生するは世界の壁を破らんとする大王位。死に拒まれたボイドの命を巡りに戻すお前には、我らが古の英雄の名を贈ろう。生まれいでよ、ゼノムス。どれほど強大であろうと、用意ならばメモリアに。なぜ歯が立たない。ゾディアークのエーテルから再構築された用意、
まずいわ。五根の霊輪が持たないかもしれない。ここは一度行くしかない。みんな、私のせい。
お前、ファルファレルロとチリアットを覚えているか。私の領域にいた臆病者の妖異たちだ。チリアットはファルファレルロを魂ごと食った。すると奴の中にはファルファレルロが抱いていたバルバリシアを恐れる心が存在するようになったんだ。妖異は他の妖異に食われたとしても魂まで消えてなくなるわけじゃない。混ざり合って一部になるだけだ。そして倒れることで魂同士の結びつきが弱まり、また別々の存在として復活を遂げることもある。詰まるところはゼロムスを倒せばアジダヤの魂を引き剥がせる可能性があるということだ。それをより確実に成したいのなら、アジュダヤの魂に自分が何者であるか認識させる必要がある。呼びかけろ。他の誰でもなくお前がな。ありがとう、ゼロ。ボイドをよく知る君の言葉だ。信じよう。となれば、私たちはゼロムス打倒に向けて動くのみね。ゾディアークの残滓から生じた妖異というのは驚異的だけれど、だからこそ剣の封印が効果を発揮するはず。あなた、ウリエンジェから何か聞いていて。長く持たせられる保証はないか。対策は急いだ方が良さそうね。いっそこちらの世界に出向いてきたところを叩くのはどうだ。それだと倒すことでアジュダヤの魂が正解に帰ってしまう。彼女を救い出すにはボイドでゼロムスを撃つのが必須よ。だが奴は周囲に満ちた闇を操り、傷つけることは愚か、本体に近づくことさえ難しかった。どうやって叩く？あら、それについての答えは単純よ。濃い闇を払うには強き光を当てればいい。そして私たちは光に満たされた世界を知っている。第一世界から光の力を持ち込む方法については私に任せてちょうだい。これまで研究してきた次元跳躍の理論と幾人かの仲間の協力があればきっと大丈夫。そんなわけで私はまたしばらく留守にするわ。あなたたちには戻ってきた後たっぷり働いてもらうから、よくよく体を休めて待っているのよ。我らが魔女殿があの調子なんだ。俺も鍛錬に向かうとしよう。待て。私も連れて行け。次までにもっと強くなってやる。いい心がけだ。なら行くぞ。こうなるとますます私ばかりがうなだれてはいられまい。バルシャンの体を動かしてできる支度を始めよう。
誕生を果たしたとはいえ、ゼロムスはまだまどろみの中。世界の壁を打ち崩すとなれば、今しばらくの時が必要か。だが、これまでの道のりを思えば、さまつなものよ。口惜しい。お前が倒れたあの日のことを、忘れられるものか。何があろうとも、世界を救う英雄はゴルベーザの他にはいないのだ。